シートミュージックバージョン、ハニューの宿は、日本で親しまれている、イングランドミニオ現在は、ホームスイートホームで、楽しき我が家という役題でも知られる。1914年に出版された、ホームスイートホームの楽譜の表紙1823年に、作詞、作曲され、同年初演のオペラ、ミラノの乙女クラリの中で歌われた。イギリスのヘンリー・ローリー・ビショップ作曲。 なお、ビショップがこの曲の着想を得たのは、イタリア民謡からと言われている。アメリカ合衆国のジョン・ハワード・ペイン作詞。ミッド・プレジャーズ・アンド・パラッス・ゾウ・ウィーメイ・ローム、ビ e イット・エヴァー・ソー・ハンブル、ゼア、エ e ノ s プレイス・ライク・ホーム、エイ・チャーム・フロム・ザ・スカイズ・シームズ・ツー・ハロアス・ゼア、ウィッチ・シーク・スルー・ザ・ワールド、イズ・ネ・イ・アル・メ e ト・ウィズ・エルス・ウェア、o m e ホーム、ホーム、スイート・スイート・ホーム、ゼア、 S no place like home, there, S no place like home, I gaze on the moon as, I tread the dear wild, and feel that my mother now thanks of her child, as she looks, on t h e moon from our own cottage door, through the outbine fools fragrance shall charm me no more, home, home, sweet sweet home there, S no place like home, there, S no place like home, un-exile from home, splendor dazzels in vain, oh, give me my roly such to cotage again, the birds singing gaily, that came at my call, give me them and that piece of mind, dear than all, home, home, sweet sweet home, there, it's no place like home, there, it's no place like home, home, sweet home, アメリカでは バディボール伝楽団の演奏会のラストナンバーとしてよく演奏されており、ジャズナンバー化されている。日本では、里見義役師の唱歌、羽生の宿として広く知られている。一羽生の宿も我が宿玉の予想ゆらやまじ、のどかなりや春の空花はあるじ鳥はともの、我が宿よ楽しとも頼もしや二ょ読む窓も我が、窓よりの床も裏やまじ、清らなりや秋の夜半月は、あるじ虫はともの、 我が窓よ楽しとも頼もしや、羽生の宿、里見よしこの訳詞は1889年12月に東京音楽学校が出版した中等昇華集に収載された。太平洋戦争勃発に伴い洋楽レコードが適正レコードとして廃棄が呼びかけられる中でも、羽生の宿や庭のちぐさなど歌詞を翻訳にしたものは国民生活に馴染んでいるとして、 適正レコードから除外された。2006年には、日本の歌百選の一つに選ばれている。小説、ビルマの盾事では、日本兵と敵兵が共に歌うという象徴的なシーンでこの歌が使われている。映画、ドラマなどで使われた例として、前述のビルマの盾事を、はじめ、24の瞳、ホタルの墓、純情キラリ、ゲゲゲの女房、仮面ライダー V さん、マスさん、 ガールズパンツァー劇場版などがある。近年では2004年に B ダッシュが2007年にキリンジがカバーしている。またサンジルホールディングスがパリミキメガネの三条名義で出向している春出演のテレビ CM では2019年6月21日から放送中の知的好奇心編スマホ時代の目に変でハンバートハンバートによる カバーバージョンが用いられている。JR 三隅線石田、ダム駅の列車接近放送や、北大阪急行電鉄地里中央駅の到着放送チャイム、近鉄特急の桑名駅到着時の車内チャイム、埼玉県羽生市の防災行政無線の正午のチャイムや神奈川県愛好郡愛川町の防災行政無線の夕方のチャイムなどでも使用されている。かつては、 埼玉県羽生市や東京都羽村市の防災行政無線の夕方のチャイムでも使用されていた。口述のように作曲者は特定されており、民謡と呼ぶのが正しいのかは疑問が残る。ジョン・ハワード・ペイン、ホーム、スウィート・ホーム、マイナスウィッキーソース。ハニーとはハニに使うような粘土のことで、羽生の宿とは壁が土だったり土間に寝たりするような家を指す。 ただ原始におけるかやぶきの屋根は、欧米においても、日本と同様に、特に粗末な家に限定されるものではない。なおもともとは労働者や、農民の住居であったコテージは、作詞者が活躍した19世紀前半の英語圏では、庭園などで田舎を演出するための建築物でも、あった。羽生の宿歌詞は26から27ページ、楽譜は25ページ。大石逸夫 英語を禁止せよ知られざる戦時下の日本とアメリカ語マシャ消耗2007年 ISBN978 から4から 341083519P65 廃棄すべき適正レコード一覧表写真集法第257号内閣情報局1943年ハンバート・ハンバートフスック公式アカウント2019年6月21日付 記事ホームスイートホームに関するカテゴリー、ありがとうございます。